なんかいたよな。いやーやべ、槍に来て、なんかいい武器手に入れたら槍に来て。あーもうそういうのがダメなんだって。長生きしよう。シャク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 稼ごう。ちょっと待って、これウィンチェスターって知ってる？これウィン94ってやつ、めっちゃ使いにくいらしい。クソ武器らしい。これスカーやんけ、これ。え？スカーやんけ。スカー大好きだ。ウィンチェスターリロードさせて。どうも皆さんこんにちは、ケツン中継でございます。ということで今回はまあすっごい突然なんですけど、 PUBG のね新マップやっていきましょう。まだテスト段階でアルシャルテルサーバーみたいなところでしかやれないんですけど、うわやっばー、人がゴミのようではないか。武器ガチャやなこれ、バトラー特有の武器ガチャだわ。いいだろう、望むところよ。あーそこに降りさせた、そこに降りさせた、ありがてえ。 KR じゃねえ、違う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 、 KR じゃねえんだよ。なんでそれで私は KR を拾うの。はいはい、俺とやるというのかね。はい、残念でした。私は嘘やろ、それはないやろ、それはなくない、やぶれなんて尻沢。 AKM ちょうだい。やばい、エイムがクソすぎる。俺前回のね動画ね見直して思った、感度高すぎる。よし、ちょっとね感度を落としてきた。この新マップねいいっすよ、結構いい。これほら見て、 4×4 マスじゃないですか。だからねめちゃくちゃ狭いんですよ。従来のマップが確か 16×16 か 12×12 ぐらいやったと思うんですよね。ちょっともう知らんけど、うん、これいいよ。バトラー苦手みたいな人もいるじゃないですか。なんかあんまりドンパチができんと、30分ぐらい経って1試合か2試合しかないとみたいな人たちも、こういうマップは、狭いマップは割とねドンパチが激しいから面白いです。 FPS が好きみたいな人にとってもね結構面白い、おすすめ。いやーマジか。いやでもねテストサーバーやと思うね、だからやと思うんやけど、すごいラグいわ、すごいラグ。まあラグくなくても勝てないんですけど。前進する、ここ行こう、ちょっと外れよ、ここら辺がええやろ、ここら辺が。違う、リロードリロード、やべやべやべ、うーん1名ゼロキル。おい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 、お前は何を見ていた、私の、おっそ、いやマジラグいっていうレベルじゃねえぞ。やべ、あーダメだ、やばいやばいやばい、これ PUBG やんな。俺多分空飛んでる時間の方が長ないいやこれマジやばいって。ねいやまあ下手くそやけど言わせてほしい、ちゃんと死にて、うん、話になんねえ。今までこの初手ブートキャンプの激戦地帯降りてたけど、すぐ死ぬやろ俺、すぐ死んだらまた次マッチ部屋入れるのにすごい時間かかるから、もう最初サイドサイド固めて長生きする方向性で行くわ行くわ。なんかいたよな。いやーやべ、槍に来て、なんかいい武器手に入れたら槍に来て。あーもうそういうのがダメなんだって。長生きしよう、シャク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 稼ごう。ちょっと待って、これウィンチェスターって知ってる？これウィン94ってやつ、めっちゃ使いにくいらしい、クソ武器らしい。これスカーやんけ、これ。え？スカーやんけ。スカー大好きだ。ウィンチェスターリロードさせて。ウィンチェスター、ウィンチェスター使いたかった。クソ武器なんやろ。うわ、ウィンチェスター見たかった。チクシャー、ウィンチェスター。あかん。また動画の流れ変わってきてる。違う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 。新マップ堪能するんだろ、今回は。なあ。新マップ堪能して、このゲーミングマウスのいいところ見せな。ちょっと待って、ウィンチェスターが俺を呼んでる。あー、ウィンチェスター使いてー。ウィンチェスターやべえなー。いや、やめろやめろやめろ。また負のスパイラル入るから。前回だって新武器だっけ？ SLR やっけ？あれ探すのに、5時間6時間ぐらいかかってるから、いやそんなもん俺1本の動画にそんな時間かけてられん、過労死する。やばい。お、空飛んでる時間の方が長いって、やばいね。完全にウィンチェスターが俺を呼んでいる気がする。私を使えとウィンチェスターが囁いている気がする。
クソ、やめろ、よせ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 、あんなクソブキに恋焦がれてんじゃねえよ。死ぬぞ貴様。ただでさえ弱いというのに、ただでさえ弱いというのに、あーなんだこれ、クソ、このアイテムの豊富さ、回復アイテムの豊富さ、まるでウィンチェスターを探せと言わんばかりの励ましのエナドレではないか。やめろ、よすんだ。俺は AKM で戦うんだ。 AKM、 ちょっとリロード見して。あー気持ちいい。あーすっごい、これはウィンチェスターじゃね。あ、よせ、バカかお、ウィンチェスターじゃねえっつってんだろ。俺が欲しいのは何、ウィンチェスターじゃねえって喜んでる、アホか、クソが恥を知れ。目の前に一人いる、やばい、ウィンチェスターを求めていたんだが、いつの間にか残り4人になってしまった。やばい、手汗やばいんやけど。もちろん私はゼロキルだぞ。こっちに一人おったよな。あ、いる。俺には完全に気づいてない。いやダメ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 、俺みたいな雑魚は運ゲーに持ち込むしかねえ。車線切ろう。よし、入った。あ、いるわ。俺にはバレてない。やべ、手前のやつが死んだか。いやー惜しい、惜しい、あーマジかー、うわー惜しい。ウィンチェスター、ウィンチェスター来た、やったぜ、マジありがてえ。誰もいない、いるわけねえよな。パルスの外で一人ずっと探していたからね。やったぜ、求めていたよ。ああ、これが私が求めていたウィンチェスター、ウィンチェスター、これか、これでリロードするのかい。おっと、卵飯系かよ。こいつは精度のいいセミオトライフルかなんかか。レティクルは十字やね、単発式やな。マジかよ、単発式のセミオトライフルか、素晴らしいぜ。いいのもらった。うわ、しばい、あーしばい、うわしば、おい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 、これが最弱武器だと、おい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 、たとえ弱いとしても、弱かったとしても、この武器は持ち運ばなければなるまい。見てみろ、まるで BF1 さながら一次戦のような武器ではないか。右サイドから一個一個弾込めをして、そしてこの排気システム、あー、いく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 、あー、おお、すごい、ほらこの上に上にピンって弾かれるこの感じ、あ、たまんねえな。 BF1 思い出すわこれ。君に出会えて嬉しいよ私は。マジかよ、力が湧いてくるのがわかる、私に力が湧いてくるのがわかる、最高だぜ。俺のこの銃声という名のメロディー奏でてやるよ。最高ウィンチェスター、君の力をお私に見せてくれたまえ。私の勘違いではなければあそこに人間が一匹いたようだが、気のせいか。いやでもありえるね、十分ありえる。やつこっちサイドに見えたような気がするけど、待て待て中級兵、おもむろにお前
無意識に M416 にも俺仕えてんじゃねえよ。ん？銃声。私が行くしかあるまい。ウィンチェスターでとどめを刺してやる。いや、たとえウィンチェスター最弱武器を使ってやられたとしても、私の人生にまこと後悔など一つもないわ。曇りなきロマンの人生だった。ありがとうウィンチェスター、思い出させてくれた。鈍傷が大切？当たり前だろ、これはゲームだからな。だがしかし、大切じゃないが大事にしなければならないものがある。それは何か分かるか聞くな。ロマンさ、みんな心の中にウィンチェスターは眠っているか。誰もが少年の頃ウィンチェスターを心の中に持っていた。だがしかし、年を取るあまり、年を取れば取るほどお前たちの心はウィンチェスターが小さくなり、そして M416 が大きくなった。図星だろ諸君らな。あ、もう一度思い出すんだ、もう一度思い出すんだウィンチェスターの心。奏でようぜ俺たちのメロディー。やつらはどこだ。大丈夫だ、ウィンチェスターサイトすら装備できねえのか。たーたまんねえぞ。おいおいおい、アメイジングかよお前。アイアンサイトでずっと、2016年に発売されてからずっとアイアンサイトでこの世界駆け巡ってたのかよ。フォートナイトでさえクロスボウは除外されたんだぞ。それでもお前はなおずっと前線に居続けたとでも言うのかい。いた、正面にいた少年が。いや、あれ無理やろ。いや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 、知ってる？わかるかな。あれ迷彩服着てたじゃないですか。あれはですね、救援物資っていうのが落ちてくるんですよ。それを拾ったものしか着れないんですよ。ということはね、救援物資には恐ろしいほどの強武器が入ってるんですよ。例えば私がさっきヘッドショットで抜かれた AWN ってですね、あれはほとんどヘッショで一撃なんですよ。ヘルメットかぶってても3ヘルだけ1回防げるんだったかな。ちょっと見てみましょうね。よく気づいたね一瞬で。あー、俺に気づいてこうくねくね走ってたんか。おい、一発当てた俺。え、嘘、一発当てた。お前ら、やっぱ強武器だよね。やっぱ強武器強武器。ウィンチェスター無理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 。だってプロゲーマーみたいなのがウィンチェスター縛りでさえ無理なんやで。無理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 に決まってるやん。こっちアイアンサイトやで。しかも一発バーン打って、もうガシャガシャバーン打ってガシャガシャやで。もうそんなんもしか、だってこっちもうバイレンススコープつけてましたよ。ねえ、アタッチメントもそりゃ豊富につけれるんでしょうね。で近づいたら M416 にとかに切り替えてこうバン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 連射するんでしょうね。BF とかね、COD とか死に放題なところやったら、まあ、ロマン感じてもいいと思うね。だって1回でもキルできたらウォッシャーって喜べるやん。こういう1回でも死んだらあかんやつ、まず拾えるかどうかもわからんし、拾っても倒せるかどうかもわからん。こういうところでロマン感じてたらもう本当にもう本当に時間の無駄。ということで今回この辺で、ご視聴ありがとうございました。